私もトイレに一回行ったのよ。あの YouTube の調子が本当に悪かったらしくて、もうね多分トータルで言うと30分は多分配信ぐるぐるしてる時間があったんだけど、でまあその2回目のぐるぐるの時に多分私トイレ行ったんよ。場所わかんなくってさ、もう夜も遅いからスタッフさんもそんないなくて、普段はね他のライバーさんがいたりするから接触 NG もあったりするからさ、毎回ついてきてもらうんだけど、その日はもうライバーさんがスタジオにいなかったから一人で行ったんだけど、マジで迷子になって、ここどこってなって、4年目だけどスタジオ変わっていってるからね、でマジでどこってなって迷ってたら、もう銀盾がねめっちゃブワーって飾ってるさところについて、何ここ何、なんかでもここの写真見て誰かが見せてもらったことある、何ここ、しかもなんかもうね、なんかね、なんて言えばいいんだろう、綺麗に均等に並んでなくてイライラする銀盾が壁に飾ってあるんだけど、もうなんかね A 型発狂するやろうなっていう、均等じゃないの、もううんって部屋についてで、どっちってなって戻って、ちょっと戻、あのすいません、あのとりあえず最初の道どっちでしたっけっつってでこっちですよって言って、あーってなってやっと分かってトイレ行きましたね。